習近平の中国でついに始まった大乱の予兆、大不況、失業、収入減の人民を襲う、食料品価格の暴騰という最悪の危機。人民銀行前総裁、ついにデフレ圧力を認める。9月9日、中国国家統計局は今年8月の生産者物価指数、PPI、と消費者物価指数、CPI、の両方を公表した。生産者物価指数とは、生産者が出荷した製品や原材料などの販売価格の変動を調査・算出した経済指標であって、つまり生産者の出荷価格に関する物価指数だ。一般的に言えばそれが上がるほど生産者・企業の儲けが多く、景気が良くなっていることの表れである。逆に、PPI が下がることはデフレ、景気が悪くなることの指標となる。それでは国家統計局が発表した8月の PPI はどうなっているのか。それは前年同期比では 1.8% 下落、前月比では 0.7% 下落だ。これで中国の PPI はすでに連続20みこぜ下落となっているのである。このことは当然、中国経済は深刻なデフレに陥り、大不況が続いていることを示している。だからこそ9月6日、中国人民銀行、中央銀行、前総裁で、全国政治協商会議経済委員会副主任を務める意向は、上海で開催された金融サミットに出席し、中国はデフレ圧力との戦いに力を入れるべきと述べた。習近平政権が中国経済三飽き論を唱える中で、中国高官が公の場で中国経済がデフレ圧力に直面していると認めたのは初めてのこと。事態の深刻さを示している。食品消費者物価は高騰。しかし大変奇妙なことに、8月の PPI が下落しているのに対し、同じ国家統計局が公表した8月の消費者物価指数、CPI、は前年同期比ではむしろ 0.6% 上昇、半年ぶりの高い伸びとなった。前月比でも 0.4% 上昇である。PPI の下落と同時進行の CPI 上昇は、実に不思議なねじれ現象。問題は、消費者物価指数のどの部分が上昇し、逆にどの部分が下落しているかであるが、その中身を見ていくと、例えば工業消費品の CPI は 0.4% 下落、ガソリンは 2.7% 下落、航空券は 11.9% 下落など、物価指数が下落している部門が多い。そしてその中で、大幅な上昇があったのは食料品部門の CPI だ。食料品全体の消費者物価指数は前月比で 3.4% 上昇、前年同期比では 2.8% 上昇である。そのうち、豚肉の物価指数前月比で 7.3% 上昇、前年同期比ではなんと 16.1% 上昇。野菜類の物価指数は前月比 18.1% 上昇、前年同期比では 21.8% 上昇。つまり、工業品などの物価指数がデフレで下落している中で、食料品のそれの大幅上昇が CPI 全体の数値を持ち上げ、8月の消費者物価指数の 0.6% 上昇につながった、ということである。豚肉や野菜など食料品の価格指数大幅上昇、消費者価格高騰の原因に関し、国内外の多くの専門家やマスコミは7月、8月の異常天候や水害発生に起因しているが、異常天候や水害が一因であっても、それだけでは異常な物価上昇を説明できない。2023年夏でも、中国北部中心に大水害など発生したにもかかわらず、その年の8月、食料品物価指数はむしろ 1.7% 下落、豚肉のそれは 17.9% 下落となった。したがって今年8月の食料品物価指数大幅上昇には別の理由があると思われる。失業・減給でも食料品は買わざるを得ないのに。一般的に言えば、物価指数上昇の背景にはまずあるのは当然、市場に流通している貨幣、すなわち流動性の過剰がある。今年4月の段階で、中国国内の M2 はすでに300兆元、GDP の倍以上、日本円にして6300兆円、2013年の約3倍。
過度な流動性過剰はいつでも物価上昇インフレを引き起こす危険性がある。その一方、深刻な経済不況の中で失業、減給が拡大、国民全体の消費力が大幅に弱まっている中では、人々は食料品以外の消費を極力抑える一方、最低限の食料品消費だけはどうしても必要とする。金欠であって価格が高騰しても、食料品を一切買わないことにはいかない。これでは、流動性過剰による物価上昇が結局、食料品の領域で集中に発生してしまう。そしてその結果、PPI が下落している中で、食料品以外の工業消費品の物価指数が下落しているにもかかわらず、食料品の物価だけが大幅上昇という現象が起きているのである。問題は今後、生産者物価指数の連絡下落が示す経済全体の大不況が続き、失業や減給がさらに拡大していく中で、生きていくために必須の食料品の物価上昇だけが長く続くこととなれば、それは貧困層を含めた多くの国民の生活を圧迫し、彼らの基本的生存権を奪ってしまうことになりかねない。そして事態がそこまで深刻化していたら、全国規模の社会動乱の発生はもはや避けられない。経済全体がデフレ不況に入る中で、食料品を中心に物価だけが上がるという最悪の経済状況と、それが引き起こすかもしれない大動乱の危機に、今の中国が直面しているのである。中国で牛乳の消費量が激減している。没落する中国を見限る投資移民の富裕層たちが、今最も不動産を買っている意外な国の名前。貧困層になけなしの給付金。自民党総裁選で勝利した石破茂氏が首相に就任し、その外交手腕が注目される。前編、石破総理が直面する没落する中国の脅威。習近平の経済無策で落ちる一方、新たに始めた経済対策もやっぱり小手先という無残な現実でお伝えしたように、とりわけ中国との関係は、これまでのように高度成長で経済力をつけてきた中国ではない。経済が衰退する中で、内政問題から国民の目をそらし、外交的な脅威を高めていきかねない、没落していく中国の脅威だ。中国共産党は9月26日、中央政治局会議を開いて直近の経済情勢について議論したが、9月に中央政治局が経済の現状を点検するのは異例のことだった。会議の場で習近平国家主席は、経済情勢の困難を直視しなければならないと述べたことを踏まえ、積極的な財政政策を推進し、景気のテコ入れを図る方針を決定した。ところが、消費刺激に1兆元、地方政府の債務問題対応の支援に1兆元を充ておりその規模は相変わらず小さすぎると言わざるを得ない。意外だったのは、中国政府が10月1日の国慶節、建国記念日を前に1回限りの現金給付を極貧層などに行うと発表したことだ。支給額などは不明だが、習氏が福利主義と言って嫌うばらまき給付を実施せざるを得ないほど状況が深刻なのだろう。牛乳の消費量が激減している。国民の貧困ぶりを象徴するのは、中国国内の牛乳消費量の低迷だ。2021年の1人当たりの牛乳消費量、年間は 14.4kg だったが、2022年には 12.4kg に減少した。直近の数字は明らかになっていないが、引き続き牛乳消費量はかぐわしくないと言われている。海事情の悪化により、中国では牛乳など乳製品は必必需品の扱いになってしまっているのだ。9月25日付ニューズウィーク日本版。バブル崩壊後の日本の不動産価格はピーク時の3分の1まで下がったが、中国でも政府の不作為の罪のせいで日本以上に深刻な事態に陥る可能性が高い。日本の場合、バブル崩壊で痛手を被ったのは主に不動産企業や金融機関であり、家計は相対的に安泰だった。だが、中国の場合は訳が違う。不動産部門が長年にわたって経済成長の源泉であったことは言うまでもないが、地方政府にとっても最大の財源だった。家計にとっても不動産は最大の金融資産、例えば2件以上の住宅保有であり、日本のように社会保障が整備されていない中国では、老後の唯一の備えであった点も見逃せない。
中国ではバブル崩壊の影響が地方政府や家計にまで広がることが避けられず、国全体の政情不安が高まる危険性を内包していると言っても過言ではない。若きエリートたちの絶望。中国の現状に最も不満を感じているのは若年層だ。中国政府が20日に発表した8月の若年層、16から24歳、学生を除くの失業率は 18.8% と前月の 17.1% から上昇した。昨年12月以来の高水準だ。若年層の雇用難は、統計以上に深刻なことも分かってきている。米ボイスオブアメリカ、VOA は24日、一部の大学では今年の大学院生の数が大学生の数を超えたと報じたが、有名大学ではすでに当たり前になっている現象だ。大学院に進学しなければ即失業者になってしまうからだ。例えば、修士の母校である北京清華大学は昨年12月、前年の新入生は3760人だったが、博士課程に進んだ学生数は1万2069人だったと発表している。国内で巻き起こる賃金カットの動きを踏まえ、中国政府は25日、賃金上昇を伴う形での雇用確保に努めるとの指針を公表したが、空念仏の感は否めない。難関を乗り越え、優秀な働き手となった人たちの士気の低下も危惧されている。米ブルームバーグは9月20日、中国の勝ち組直撃、数百万人幻滅、有能な働き手の士気そぐ危うい政策と題する記事を配信し、政府による締め付けにより引き起こされた彼ら、若きエリートたちの幻滅は、経済成長を危うくするばかりか、広範な社会危機につながる恐れがあると結論付けている。イギリスに不動産を買っているのは中国人。猛烈な勢いで進む高齢化も頭の痛い問題だ。中国政府は13日、法定退職年齢を約70年ぶりに引き上げたが、来年から15年かけて3歳引き上げるとしており、あまりに生ぬるく効果はゼロとの声も聞こえてくる。中国でも認知症対策は勝負の急だ。中国の認知症患者は2019年に900万人を超え、毎年20万から30万人のペースで増加している。日本の認知症患者数は2022年時点で約440万人。経済の低迷が続き、豊かになる前に高齢化が始まった国の現状に悲観したからだろうか、中国の富裕層の国外脱出の勢いは強まる一方だ。中国メディアは、富裕層の約 70% が移民を計画していると報じている。日本でも中国からの投資移民が急増しているが、英国でも同様だ。不動産業界関係者によれば、英国の不動産を最も購入しているのは英国人ではなく、中国人だ。9月23日付日本経済新聞。張り子の虎と化しつつある中国、国力低下は避けられないのではないだろうか。石破総理は、社会不安がますます渦巻く中国と対峙せねばならないのである。日本と中国の緊張関係の深刻化が懸念される。さらに連載記事、中国 EV が欧州の港で大量ストップ。止まらない欧米の中国包囲網は、プラスチックへと飛び火。習近平経済無策の悲惨な代償では、内政事情だけではない中国 EV の苦しい事情を解説しているので、ぜひ参考としてほしい。中国では中国民でさえ、自国の土地を買えません。イギリスのみならず、北海道ではかなり前から、小中川議員が警鐘を鳴らしていたと思います。学生時代、旧千歳空港のすぐ側の土地を中国人が買ったという記事を読んだことがあります。今も次々と買われています。他国の国民が土地を買えない国の国民には、土地を売るべきではないと思います。まず、自国の国益を重視して国土を守るべきだと思います。